ハッピーポイントをお話しいたします。ゴールデンウィーク皆さんはどう過ごしでしたか？私は母と父と一緒にお買い物に行って、母の日のプレゼントを買って、プレゼントをもうちょっと事前にしました。で、ゴールデンウィーク明けの今日だったので、泣く子もいっぱいいるかなって思ったら、そうでもなくって、もうみんなニコニコで先生って言って、普段大谷先生って抱きつかない子が初めて大谷先生って来てくれたので、ちょっとなんかどう対応していいのかわからないぐらい逆に戸惑ってしまいました。で、今日は雨だったのであまりお外にも行けず中で遊ぶことが多かったんですけども、意外とみんななんか慣れていてすごく仲良く遊んでいました。で、先ほどペンギンではつぼみ組さん、双葉組さんに入ったんですけれども、やっぱりちょっと泣く子が増えていました前よりも、はい、なので、やっぱりお母さんたちと離れるの寂しいのかなっていう風に感じました。で、今週は母の日参加もありますので、週 6日間幼稚園に通うと思います。なので、その今週で慣れて、また慣れて楽しく幼稚園に通ってくれればいいなって思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日のハッピーポイントをお話しします。今日は菊組さんでは体操遊びとエンジョイイングリッシュとキュウリの苗植えを行い、とても盛りだくさんな一日でした。午前中に体操遊びとエンジョイイングリッシュをやりました。体操遊びでは今日はちょっと難しいスキップと前回りをちょっと挑戦しました。子どもたちはやっぱり難しくてとても苦戦していたんですけども、先生の援助してくれて、子どもたちもとても頑張っている姿が見られました。私自身も頑張っている姿を見れたり、できることがどんどん増えていく姿が見られるのがとても嬉しいなって思いました。午後からはキュウリの苗植えを行いました。子どもたちには土のお布団をかぶせてもらって、最後には大きく なりますようにってみんなでお祈りをしました。私自身もすごいキュウリの成長を育っていく姿を見るのをとても楽しみに毎日子どもたちと観察しようと思います。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は菊組さんにお邪魔させていただきました。今年度何回か菊組さんに入ったんですけど、久しぶりの菊組さんで、みんな元気かな、おはようって言ってくれるかなと思いながら、ドキドキしながらお部屋入ったんですけど、先生おはようって朝言ってくれて、おはようって言って始まったんですけど、3分間マラソン元気タイムもすごい元気に行っていて、今日は折り紙でカタツムリの制作を行ったんですけど、最初は大丈夫かな、できるのかなって、やっぱり練習さんを見てた時があったので、できないできないって言うんじゃないかな、大丈夫かなって思ったんですけど、全然そんなこと言わないで、先生これで合ってるっていうふうにも言わないで、もう先生の話よーく聞いて、もう黙々と追ってて、あ、さすが年中さんだなっていうふうに思いました。お給食の時もやっぱりもういらないもういらないってすぐ言ってしまう子が多く見られたんですけど、年少さんの時は、で今日はもう年中さんになってからもういらないってもう全然言わないで黙々頑張って食べて、なんかもう自分で食べきれないっていう時にもういらないっていう風に言ってて、本当に年少さんよりは食べる量がすごく増えたなって思った一日でした。菊組さんすごく元気で、私もすごい元気になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日双葉組さんでは初めてのおにぎりお弁当の日がありました。今まで給食を食べていたことが多かったんですけど、初めてのおにぎりお弁当で、そのみんなおにぎり
食べれるかどうかなってすごい不安だったんですね。小さいおにぎりのこともあったので、その口にやっぱり食べることでも小さいので、お口に入れた後にやっぱり誤飲してしまうこと、あと大きすぎて窒息してしまうこともあったので、ちょっとすごい不安だったんですけども、自分で切って冷めたり、あとはそのおにぎりをラップを上手にこう自分で一人で剥いて食べることもできる子も多かったので、すごい安心して見ることができました。そしてデザートを持ってきてくれた子が多かったんですけども、デザートにお弁当と一緒にデザートが入っていて、自分の分食べ終わった後にお友達がゼリー持ってきた子が結構いたんですね。で、自分のところにゼリーがなかったので、私のゼリーって言っていて、お友達のところにトコトコって歩いていって、ゼリーを見て、今日ずっとこうやって隣に一緒に座って待ってるんですね。ゼリーが欲しくてずっと座って待ってると、ゼリーはって言って、すごいゼリーが食べたかったんだなと思ったので、このその連絡ノートにゼリーがすごい欲しかったようですって書いたんですけども、そんな可愛らしい姿を見る方ができてすごい嬉しかったです。これで私のハッピーポイントを終わりにいたします。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日朝ちょこっと出勤が遅かったんですけれど、朝出勤してくると園庭で遊んでたお友達が、先生おはようっていう風に挨拶をしてくれて、朝からとってもいい気分になりました。で、今日はお外の天気も良かったので、3分間マラソンと元気タイムを外で行っていったんですけれど、元気タイムの時に、みんなでやってるんですけれど、私がお友達、年長さんの子が年少だった時に見ていた子たちが私のそばにすごい来てくれて、一緒に踊ろうよって言って誘ってくれたんですね。なんか何ですかね、成長しても忘れてくれないってすごいやっぱ嬉しいなっていう風に思って、お部屋に戻る時もお部屋まで送ってってあげるよって言ってくれて、なんか私がなんか子供になっちゃったのかなって思うぐらいだったんですけれど、送ってってくれて、今日も頑張ってねって言ってくれたんですね。それもなんか何ですかね、すごく励みになったというか、そうやって成長していってくれてるんだなって思って嬉しくなりました。で、午後も外よかすごいお天気良かったので、バラ組さんのみんなでお外で遊んでいったんですけれど、急にどこかから「カシミラ先生!」って聞こえたんですね。で、私どこから聞こえてるのかなって思って上を見たら、年中さんのお友達がすごいみんなで呼んでくれて、何ですかね、今日はなんかすごいいっぱい名前を呼ばれる日だなって思いながらほっこりしました。そしてお帰りの時には、明日は母の日保育参観があるんだよって言って、いつもありがとうってみんなでプレゼントするから、その練習をしようって言って、いつもありがとうって言ったんですけれど、もうバラ組さんのお友達すっごい大きな声で言ってて、明日の保育参観とっても楽しみになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は母の日の保育参観ということで、子どもたちお母さんと一緒に登園してきていて、少し照れながらもう笑顔で登園してきてくれて、私も朝から嬉しくなりました。私自身初めての母の日の保育参観で、ものすごく緊張してたんですけど、もう保護者の方がもうすごく温かくて、で、子どもたちもお母さんと一緒に協力して一つの作品を楽しく作っているのを見て、たんですけど、最後まで緊張しっぱなしですごいグダグダだったんですけど、最後っていうか、無事に保育参観、母の日保育参観を終えられて、今少しちょっとほっとしてます私。で、これからもイベントごととか行事がたくさんあるので、桃組さんのお友達と一緒に楽しみながら
思い出作りができたらいいなっていうふうに思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。